韓国は、日韓が領有権を主張している、リアンクール岩礁、日本名、竹島、韓国名、ドクト、に対する支配を強化するため、新たな計画を打ち出している。韓国政府は、今週、リアンクール岩礁に近いウルルン島に、2020年までに空港を建設する計画を発表した。ウルルン島は、リアンクール岩礁より大きく、人も住んでいる。実現すれば、観光客などが、同岩礁を訪れるのに必要な時間が、大幅に短縮される。現在、ソウルからリアンクール岩礁に行くには、バス、船2隻を乗り継いで、7時間以上かかる。また、朝鮮半島南端の西にある、釜山道での空港建設も検討中だ。韓国国土交通省の文書によると、計画通り2020年に空港が建設されれば、国内のどの空港からでも、わずか1時間で、両島に、到着するという、国営の複数の調査機関が、過去2年ほどの間に行った実現化調査では、お金や時間の節約になり、旅行者の利便性が高まるといった利点が、建設費を上回るとされている。4、会場封鎖しろよ。黙って見てるだけか。7、その、ウルルン島が、あんたらの言う、ドクトですよ。8、大規模なハブ空港を作るべきだな。9、アジア最強の航空母艦、ドクトを常時駐留させればいいよ。10、銭もねえくせに次から次へと生意気な。12、米軍が撤退したら、即日竹島は返してもらうから、覚悟しとけよ。13、これは阻止しきれなかったら、尖閣付近に港か空港作るバカ国家、出てくるだろうし、もう手段選ばず、潰すしかないだろ。14、2020年だと、韓国はなくなってるかもしれないな。16、機械と言ったって、約 87km らしい。よってどうでもいい。17、アホが、不法占拠を正当化するために、余計な金をかけてるぞ。バカの見本だな。